日本一ソフトウェアプレゼンツ。さあ、というわけで強い思いで封じられた記憶の扉、未熟な果実が開いたというわけでね、いろいろありましたね、数日の間に。でね、まあ、最初の方でマリエッタさんが、まあ、やけどがあると言ってましたけどね、あれはね、そう、これなんですね。マップ。あ、いや、右側があれか、右側が、マップ右側が、なんか落ちてったぞ。マップ右側に、ゲート、次のフロアへの階段があるんで、こっちはこっちでちゃんとイベントなんだね。まあそりゃそうか。イベントマークあるしね。はい、見えた。はい、OK。いいね、一撃でやれるようになるとめちゃくちゃ楽ですね。それじゃあ記憶見ていきましょう。さあ、というわけで強い思いで封じられた記憶の扉、なぎが開いたというわけで、そろそろね、核心に迫ってきそうな予感がしますが、追われてる。これ取りに行く余裕あるな。まあ、こいつは大丈夫。大丈夫じゃなかった。まあ、しっかり守ってもらいまして。いいともさ。そのガードは痛い。じゃあ防御で攻撃と。オッケーオッケー。ガードさえされてなければね、一旦で終わったんだけども。さまっすぐ行きまして、なんかある。お、大魔劇士の結婚証、これはもう持ってるね。さあ、で、ロサテンプ数6回セクスというわけで、防御しびれ小鉢じゃねえわ、樹毒鉢か、しっかりと叩いておきまして行きましょう。おや、待ってください。はあ、行きます。ハッピーロータス。よいしょ。満月蛇の生き地。ボタンを押して、こっちでもボタンがあったね。よいしょ。ん？たまに押せない時がある。それでもやっぱり樹毒鉢。普通に攻撃していいんじゃない？そこまで大したダメージにならんしね。とか言ってると、クリティカル後は食らっちゃうんだよね。不思議。不思議なもんですよ。反転か。ちょっと反転するところ後回しにしましょう。白爪があれか。白いやつが物理が効いて、黒いやつがあれだね、ドラムだね。ドラムでよくって、よいしょ、戦闘開始。おやっ、
これ片方倒せんかな。無撃ですね。はい、ガードが痛い。これこっちは演劇で倒せると思うんで、あとも全部こっちに裂きましょうか。はいはい。それ演劇込みで考えてたんですか。そんなことってありますか。そんなことってないよ。いやー、これもちょっとゴアもらっちゃったんで帰りましょう。よいしょ。ここだけ開けるか。開けて、やば、マコバコ、マコバコなら、まあ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 、まあ大丈夫、大丈夫なはず。あ、まずい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 、そんなやめて。あ、オッケー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 、ありがてえ。そんな泥の脱出口設置したところにさ、出てこんでもええやないですか。作業台修理、なんかマナ増えたんで魔女弾丸でもやっときましょうか。もっと陣形を覚えたい、もっと陣形を覚えたい。まだあんのか。アイテムをもっと持ちたい。3000まで持てるんだね。まあ OK かな。迷宮にまだ持ち込むのはね、まだいい。まあ2周目入ってからですね。2周目入って、まあ、稼ぎとかしたくなってから可決してね、まあマナを早めにオーバーフローさせて、ピニャール対抗とかね、と会うためのもんですね。マナ幻覚液の瓶、ジャンプ、よいしょ。さて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 、あ、待って待って待って、耐えた耐えた耐えた。さすがに呪毒鉢ごときの攻撃は耐えるか。ちょっとそれ耐えてくれなかったらきつかったけど、まあ、耐えてくれて何より。毒ダメージとかもらっ、毒とかもらってないしね。まあ、耐えれんなら何より。7体か。7体出てくるから経験値は割とうまいんだよね。はい。はい。いいともさ。いくよ。続く。よいしょ。まあ、もうこうなったらガードしなくてもいいでしょう。さあジャンプ。おっと、じゃあまあこれで、あ、全部驚愕取れたのはでかい。どっちかは倒しておきたいけど、うん、これはもう通常攻撃で倒せるでしょう。スタ
ターン。スターンは入ったけど大丈夫。5160。そろそろ反転来そうだね。いや来てないぞ。ぐるりと一周回った感じですね。内側にあんまり行ってないんで、もうちょっとこっちで、こっちも行ってないな。あ、ここ鍵か。鍵というかスイッチ。ジャンプ。またハッピーセットですね。全然ハッピーじゃないけど。なんか一発目だけ音ちっちゃくない？待ってください。さっきから。見えた。ほら。や。続く。ハッピーロボスならいけるわ。未開封の小闘争。お、白バラの結婚書来た。これですよ、これ。これを求めてた。まあ、早速ね、旅団編成します。で、これ、魔劇師の結婚書、大魔劇師の結婚書ってあるんだけど、白バラの結婚書はね、いい感じにドラムバチバチに打てます。めちゃくちゃざっくりとした言い方だけども、いい感じにドラムをバチバチに決めることができるんで、でだ、大魔劇師ではなくて、魔女の正体、中体の結婚書、魔女の中体の結婚書を用意しまして、ここを公営にして、こうかな、ここ公営前衛で、でこう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 でいいかな。でよいしょ。でまああとは、あとはあれですね、またいろいろ配置していけるんで、でこの白バラの結婚書は後ろの経験値効率が悪いんだよね。ただ前の経験値効率がちょっといいっていう。で装備変更、レアリティ、レアリティじゃない、ランク順、魅惑の、不運な袋の食材でいいかな。光の兜、心棒、裸体に鎖巻きし、エッチ、エッチね、裸体に鎖よ、痛くない？エロス上げる意味ないんだよね、あんまりね。まあ雑に使いやすいこれでいきましょうか。でまあそのせいで若干リインフォースが減っちゃったんだけど、まあ、気にせずにいきましょう。さあ、よく見てなかったけど、人形効果でドラムプラス70とか書いて、70% とか書いてたな。これだ、前衛の方がいいのか。いやでもまあまあまあ、複数攻撃が増えたんで、ちょっとは楽になりましたね。ちょっとはダメージが多くなった。単純に攻撃する人が増えたっていうのもあるけどね。はいはいはい、開かない。これあれだね、なんか見た目的にここがゴールっぽいね、このフロアの。いや違うわ。え、いや合ってる合ってる。ということは上に行って大きくぐるっと回ってくるって感じですかね。上に行って多分重力反転のところとか行ってって感じかな。んで、ここでドラムよ。
ここでドラム打てば、3人いるんで、ドラムポイントがね増える。ドラムポイント、まあ、威力がね増えるってもう強いね。もう見たらわかる強いやつですよこれ。だから次ちょっと戻ったら2つ小瓶があるんで作りましょうか、人形兵。で逆転こっちだね。いやーわかんねえわかんねえ。ジャンプ。ああでここがこうつながってくるわけで、よいしょ。これあれなんだよね、なんというかミニマップばっかり見てると本当にわけわかんなくなるけど、あかんないんだけど、ちゃんと画面見ながら、まあ、ミニマップ見ながらも画面見ながらなんだけど、歩けばまあな割となんとかなるね。んジャンプ、まずはジャンプしてこっちに、まんーここぐるってなってる感じか。イベント開かない、反転で、ここは開くイベントと、記憶見ていきましょう。その足音、ベルニアか？その目、どうしたんだ？力の使いすぎみたいだ。バーバの館を焼くのに守衛だなんだとかなり酷使したからね。そうか、ごめんな。私はお前を利用した。そんなことはいい。なんで私に言わなかった？なぜ一人でやろうとした？私だってやれたのに。できないさ、信頼に足る大切な友であっても。いや、だからこそ頼めないことだってある。イサラ、そうだ、私行き先が決まったんだぜ。貴族の嫁に出されるんだってさ。誰だと思う？あの気持ち悪いヘボ貴族だよ。なんで？私はこの体のせいで魔法をあまり行使できないからな。もともとどんなに頑張ったところで魔女としてどこかに仕えることなんて無理だったんだ。そこをあの童貞漁師様のお眼鏡にかなったってことさ。金で買われたとはいえ、私が領主夫人様だぜ。これもひとえに私の美貌の賜物だな。私はまるでこの部屋の人形だ。何もない空っぽな操り人形。お前はそれでいいのか？お前の顔が見たいよ、ベルニア。私はお前の顔が好きだ。その目は直せるのか？無理だろうね。なあ、キスしてくれないか？お。さあ、というわけで強い思いで封じられた記憶の扉、沈んだ太陽が開いたというわけで、ジール力反転、よいしょ。いやー、まさかね、まさかまさかっていうのもおかしいか。お、両替一弓、まさかのね、あの貴族まだ出番がありました。あそこでね出てくるんですね。まあね、力を使いすぎたせいで漁師のお嫁としてね買われていくと。嫌ですね、なんか嫌な世界だ。開ける、
やば、帰りたい。よかった、巡回に戻ってくれた。これしっかりと開くのが分かってる扉で戻るのが吉ですよね。いやでもね、待ってんだよな。よいしょ、まあ、そんなところで待ったからといってね。よいしょ、記憶見ていきましょう。はっ、入っといで。おやおや、その夕闇に染まる目、あたしを殺しにでも来たかい？へへへ。あたしにテネスの魔女程度の力が通用するとでも思ったかい？またお仕置きが必要だね。今度は目玉かい、それとも左手かい。まあサービスだ、片目だけにしといて。あか、こ、こいつ。ババヤーガ、そこの焼きごてで自分の目を焼け。そうしたら自分でかまどに入り、中で火をつけ、死ぬまでじっとしていろ。死ぬまでだ。うっ、か、さあ、というわけで強い思いで封じられた記憶の扉、夕闇の瞳が開いたというわけで、まあそりゃそうなるわ。激おこでしたね。よいしょ。